今回のパック大統領への弾劾訴追案ですが内容は主に2つありますまず親友のチェ・スンシル被告と共謀して企業に金を要求したりチェ被告に便宜を図るなどの行為が憲法や法律に違反したとしていますそしてこちら セウォル号の沈没事故における大統領の対応が国民の生命と安全を保護するための積極的措置を取っていない職務域に近いとしているんです野党が発議したんですがこちらが可決となるには仮に野党の全員が賛成したとしてもさらに28人以上の賛成が必要な状況なんですが結果 まあ、賛成が234ということは野党全員が賛成したとすると与党の62人が増反の可能性が考えられます。